さらに長安城の北にあります皇帝領を超えて北の高度高原に接するあたりに巨大な寒代のお祭りの巨大クレーターがありますこれは寒の時代にお祭りの場として使われたものであります寒の時代の記録に天の穴と考え記録されているものに相当すると考えておりますさらにそのそばにこのような建物の基段を十字型に配置した施設がございますこれは我々天文台と考えているものであります この巨大クレーターと天文台のちょうど真ん中を長安城の中軸線が通るわけであります。